本日、説明してきたんですけど、まあ、その PT の試験で、まあ、一番重要なのっていうのは、まあ、このまずこのリードアラウドっていう音読の問題でですね、まあ、これを失敗してしまうとですね、どうしてもこうそのままダメだっていうネガティブな気持ちがですね、その次のリピートセンテンス、復唱ですね、センテンス復唱まで影響してですね、パフォーマンスがどんどん下がっていってですね、自信がなくなってしまって、で結局スピーキング、失敗してしまうっていうケースが非常に多くてですね、まあ何としてもこの音読っていうのをちゃんとこうきちんとできるようにしてですね、まあ、そのためにも日頃のこう音読、まあ、特にこう PT の問題集をやるっていうわけじゃなくて、まあ、本当に日々の英文記事ですね、音読っていうのをしっかりやってですね、できる限りこう音声をですね、録音して、まあ、それか音声認識のソフトにかけて、まあこう録音して、まあ、パーセンテージを出せるんだ出せて、まあ、それについてこう自己分析をする。まあ、一つ目はこうスピードですね、ネイティブの標準スピードに達してるかどうか、あまりに遅くないかどうか、フレージングとかですね、まあ、その辺も重要ですね、リズムとか。で、二つ目がですね、声の波形。まあ、声の波形が出ないようなソフトであれば、まあ仕方ないんですけど、声の波形を見て、まあその重要なポイントとしては、こう、波形のこの上下ですね、これがどのぐらいね、左右してるか。あまりにこう上下が激しい場合は、こう、なんかこう動揺したり緊張したりとか、スタックしたりとかですね、いろんな問題があると思うんですね。まあその辺が重要なポイント。で、もう一つがですね、どこをチェックするかっていうと、まあそのポーズですね。必要なポーズ。例えばそのカンマであれば 0.25 秒ですね、ポーズを取る。で、ピリオドであれば、フルストップであれば 0.5 秒のポーズを取るっていう。まあこれ必要なポーズですので、まあこの普通にこう英会話しててもですね、やっぱカンマとかですね、ピリオドのところはこうある程度ポーズを取ってると思うんですね。で、まあそのカンマとはちょっとね、会話じゃわからないと思うんですけど、その、まあ音読とかだったらね、そういうふうに。0.25 秒ぐらいポーズするんですけど、まあ、0.5 秒はフルストップなので、まあ、そういったバランスよく喋るっていうことがですね、音読を成功するための秘訣かなと思います。で、最後の、分析として重要のはですね、何をするかというと、その、まあ、名詞と動詞ですね、まあ、そのやっぱ主語動詞 Subject Verb ですね、 Subject Verb のこのミスっていうのを減らす。まあ、これただ単にこう PT のこう試験でね、そういうふうなミスを減らすと、まあこう発音点数が上がるっていうだけじゃなくて、まあ一般的な英会話においてもですね、やっぱその subject verb、まあこう主語と動詞っていうのは、まあ本当にこう英語のこう何ですかね、このワンセンテンスを司る最も重要な心臓部だと思うんですね。こう主語動詞が間違っているとやっぱその通じない。まあ、目的だけじゃね、そのオブジェクトだけじゃ何を言ってるのかわからないですよね。やっぱそのサブジェクト・バーブがしっかりできてないと。まあ、そうなると、まあ、サブジェクト・バーブ・アグリーメントですね。まあ、その三人称単数であれば S がつくとですね。過去形、まあ、あと時制とかですね。そういうものを、そういうところの本当に基礎的な英語のこのね、文法の部分っていうのを間違いがないようにしないといけないです。まあ、その音読においてはですね、やっぱそのサブジェクトの、例えばその名詞であれば複数形なのか単数形なのか、その読み間違いを減らす。で、動詞であれば普通の一般的な動詞なのか、 S が三人称単数の S がつくのか、過去形の ED なのか、まあそれかもしくはその動名詞とかですね、現在進行形の ING とか Verbing ですね、 Verbing になってるかどうかっていう、まあそれをこうきちんとですね、発音ですね、こう間違いない発音というのも、まあその読み間違いないっていうことが非常に重要かなと思います。まあ、その辺のポイントをですね、掴んでですね、毎日音読をね、継続していくと、まあ、1年真剣に毎日ですね、1時間、続ければですね、まあ、誰しもですね、すごい英語力伸びると思います。その音読ってただ読むだけであって、そのリーディング力が伸びないとかいう方いるんですけど、いや、僕はそうは思わないと思うんですね。音読をすることによってですね、ただ単にこう、スピーキング能力を伸ばすっていうだけじゃなくてですね、まあそれもちろん自信とかそういう発音とかいろいろ流暢性とか、まあスピーキングに特化したスキルが伸びるだけかっていうふうに思っている方もいるかもしれないですけど、実はですね、これは4技能全てが伸びるんですね。音読をするとですね、そのスピーキングのみならずリスニング、もちろんこう綺麗な発音でこう練習して強制していくわけなので、まあリスニング能力が伸びるわけですね。こう音声とかね、 BBC とか CNN とかそういうのを聞いてですね、ちゃんとこう漢詞とか名詞とか全て細かいところまで聞き逃さないような、もう耳ですね、耳を作ることができる、それを音読の効果があるわけですね。で、リーディングもそうなんですね。実はリーディングと何も関係ないかなと思いきやですね、リーディング能力もすごい伸びるわけですね。その音読をするっていうことは、つまりその、まあ、文章をこうどういうふうな文章構成になってるかって、こう文法も意識しながらこう読めるわけなので、まあ、その文章能力がつく。
読解能力もつくわけですね。こう読んでいくと同時に、ただ単に読むだけじゃなくても発音とかその文章構成とか意識しながら、まあ自然にこうそういった何ですかね、マインドになってるはずなんですね。その音読している時に、まあ、それによって効果が上がるっていう、まあリーディング能力が伸びる。でその次にまあライティングですね。ライティング能力がすごい伸びる。なぜかというと、綺麗な発音で滑舌ね、きちんとした滑舌でこう毎日音読をしていくことによって、ライティングつまりスペリングが分かるようになる。綺麗な発音ができるっていうことは、まあ、スペルと発音記号 この音の関係っていうのをちゃんと理解できてるわけですので、そうなるとですね、スペリングのミスが減るわけですね。で、ライティング能力伸びる。なぜかというと、こう自らこう音読をして、その文章構成、文法とかを理解しながら読んでるっていうわけなので、その文法も分かってくるので、その文法分かって発音ができてスペルが分かれば、必ず文章を書けるようになると思うんですね。自分の言いたいことを文章化する。もちろんそれは慣れとかね、いろいろあるんですけど、まあもちろんその半年とか1年とか期間はそれぞれない、まあその人によってね、個人差はあると思うんですけど、まあそれでも必ずこれ伸びますので。で、スピーキング自体もちろん伸びますね。ということは4技能が伸びるっていう、まあ音読一つと取ってでもですね、すごい効率のいい学習だと思うんです。で、しかもその紙も何もいらないですよね。そのペーパーとかペンもいらないし、余計なね、そのものもいらない。ただ単にもう本当に言うならば、パソコンと、まあ、本当にこの体、この口自身、口がちゃんと動けばですね、毎日練習できて、まあ、自然に学べるっていう、まあ、ただですしね、お金もかからないわけです。まあ、もちろんその、まあ、僕みたいな講座にね、講座をやってもらって、まあ、その、強制的に発音矯正したり、独り言の練習をしたりとかね、そういったトレーニングの、まあ、コーチングっていうのも、重要か、お金をかけてですね、やってみられるのもいいかなと思います。ただ単にこう、独学でやるのもちろんいいと思うんですけど、まあ、独学やるためには、まあ、ベースとしても、ベースとなるね、そのナレッジですね、知識とかスキルっていうのが、ある程度ないと、やっぱりその間違った、理解でですね、その音読とかですね、まあその、まあシャドーイングとかいろいろありますけど、そういうのやってしまうとですね、まあ、その間違った感覚とかそのマインドがですね、こびりついてしまってですね、なかなかそれがね、直す、強制することができなくなって、まあそういう時にこう講座を始めてもですね、やっぱなかなかね、その修正するのに時間かかるので、まあ、できる限りですね、その本格的英語を始める前にですね、まあ英会話とか始める前にですね、まあこう自分自身がですね、どういったスキルを持ってるかどうかとかですね、そういうのをチェック、点検した上でですね、やってみられる方がいいかなと思います。そのためにもこう音読っていうのはすごい、いろいろね、そういった英語のそのベースとなるスキルっていうのがあるかどうかっていうのを、その検証するっていう意味ではですね、非常にいいトレーニングになるかと思いますので、ぜひ、皆さんですね、英語学習されている方はですね、音読続けてみてください。まあ、それかもしくは、まあ今までやったことがないとかですね、あまりこう、音読なんてどうなんだろうって、そのうさんくさいと思ってる方はですね、ぜひね、その騙されたと思ってですね、今日から、1日、まあ、そうですね、1時間は辛いと思いますので、その本当に簡単な記事で自分が読めそうだなって、自分のレベルに合った、英語力に合った記事っていうのを選んでですね、1日、まあ本当に5分でも10分でもいいのに続けてですね、徐々にこう時間を上げていって、最終的に1時間ぐらいを目安にですね、記事音読。まあ、同じその文章を音読してもいいんですけど、まあ、できる限りいろんな分野の多岐にわたるね、分野を音読した方がいいかなと思います。それがおすすめですね。ということでですね、もしですね、音読とか、まあ、独り言とかですね、いろいろこう、僕のですね、講座で教えてますので、もしですね、ご興味ありましたら、このビデオのリンクの下にですね、その E メールとか、僕の英語プログラムの講座についてのその簡単な説明が書いてますので、まあ、そちらをお読みになってですね、G メールの方にメールでですね、ご連絡いただければこちらから返信いたしますので、で、まあ、英語のプログラムに関してはいろいろこう、僕なりですね、お客さんそれぞれに、まあ、そのパーソナライズしてですね、講座をですね、開いてますので、その、まあ何が足りないとかですね、その辺はちょっと最初にこう簡単にですね、まあ、カウンセリング的なことをしてですね、決めていこうかなと思いますので、まあ、もしご興味があったらですね、ご連絡いただければと思います。で、本日はご視聴ありがとうございました。で、また次回はですね、まあ何をしようかなと思うんですけど、まあその、まあ、一応まあ PT 僕は専門ですので、なのでその、まあ、PT についてのまずスピーキング、まあ、今回そのリードアラウド音読したんですけど、まあ、次はリピートセンテンスとかディスクライブイメージとかリーテルレクチャーとか、まあまあ、その毎回その PT を、まあ、教えるっていうよりも、まあ、PT の、まあ、学習を通じて英語力が4技能が全て、
どうして伸びるか、他の英語テストっていろいろあると思うんですけど、ケンブリッジ英検とかね、IELTS とか TOEFL とかあると思うんですけど、でもなんでこう PT が僕は一番良くておすすめするかっていうのをですね、まあその、まあ理由っていうのを説明するっていうよりも、まあ実践にね、まあこう、デモをしたりとかですね、それで説明して、まあどういった問題があるかって、まあそのどういうふうな練習をすればですね、英語力4技能っていうのを底上げできるかっていうのを、まあその、ご理解いただけるかなと思いますので、まあぜひ次回もですね、僕のですね、YouTube の方を見ていただければね、嬉しい限りですので、まあ、ぜひですね、よろしくお願いいたします。まだ興味があったらですね、LIKE ボタンを押していただいたりとかですね、まあ、下のコメント欄にいろいろコメント、質問とか、まあ、何でも結構ですので、質問、まあ、身近なことでも何でも、英語に関することでも、まあ、留学に関することでも、オーストラリアに関することでも、まあ、大学のね、エッセイとか、そういったことも全部、僕教えてますので、まあ、質問いただければと思います。それではご視聴ありがとうございます。Thank you for watching, guys. See you later. Bye.